新卒を辞めたいあなたにオンラインビジネスを進めっていうことで、今回はね、シンガポールで在住の新優子さんっていう起業家の方をご紹介したいと思うんですけども、まあ、彼女はそのシンガポールに移住している状態で、そのオンラインビジネスっていうものを使っていくことによって、自宅にいながら、その海外ね、日本じゃなくて海外のシンガポールの自宅からライブ配信とかを行うことによって収益を得るっていうね、そういったね、新しい、まあ、あなたが新卒として入ってる会社とは、なかなかこう縁がないような働き方に見えると思うんですけども、じゃあ一体どうやってそれを成し遂げているのかっていうのをね、こう具体的に解説したビデオがあるので、そちらをご紹介させていただきたいと思います。それではこちらどうぞご覧ください。シンガポール在住の新優子と申します。普段ですね、メンタルコーチをしております。で、その傍らグローバル視覚障害活動というものを、娘が全盲なので視覚障害の活動をしております。新優子さんの、お話の中に、そのグローバル、視覚障害者活動っていう、そういった単語が、ね、出てきたと思うんですけども、こちらに対して、ね、ちょっとね、こう、疑問点が浮かんだ方もいらっしゃると思うので、その、ね、新優子さんが、その活動についてね、詳細を語っているブログがね、ちょっとね、が動画の概要欄に貼っておこうと思いますので、詳しくはそちら見てほしいんですけども、その活動に、ね、きっかけを持った、イベントの中にダイアログインザダークっていう、そういったね、こうイベントがあるんですね。私それね、大阪で一回体験したことがあって、すごくね、こう身に覚えがあるんですけども、それどういうイベントかっていうと、この真っ暗な部屋の中にガイドさんの案内に従ってこう連れて行かれるんですね。で、最初はなんか普通のなんかお茶の間みたいなとこに案内されるんですけども、じゃあ今から電気消しますねって言って、こうふってこう電気を消されて、で、その状態でこう全く何も見えないんですよね、それで。その全く何も見えない状態でこうね、こう手探りでこうちゃぶ台触ったりとか、なんかあ、ここになんか湯飲みがあるなみたいな、そういったこう本当にこう目が見えない、その新優子さんの娘さんもその目が見えない状態のそういった障害を抱えていらっしゃる状態なんですけども、そういった方との同じ状態に体験をすることによって、そういったね、こうイメージがしやすくなるわけですね。その人の気持ちがこう体感レベルでわかるっていう、そういった状況を作り出すことができると。で、そのイベントに感化されて、あ、自分もだからそういった啓蒙活動をやっていきたいと、娘がそういった状況にもあるから、自分もそういった活動に携わってみたいという、そういったきっかけがあって、その活動を始められたっていう、そういった経緯があるんですね。今出てきたその活動にちょっと疑問を抱いた方に対しては、きっかけがあってこういう活動が始められてますよっていうのを、ちょっと追加でお伝えさせていただきました。それではね、続きこの疑問が払拭されたと思いますので、続きは、VTR、ご覧ください。ローンチに出会う前は本当にFacebook、そこにまあ、体験セッションの募集をさせていただいて、人が集まらないとか、ご案内したとしてもその必要な方になかなか届かないっていうもどかしさがあって、ものすごくこういいものを提供できるという自負はあったんですけれども、なかなかそこにリーチできなかったっていうところは正直ありますね。池田さんの30日のに参加させていただいて、で、そこで非公開のグループ、まず自分自身の Facebook のアカウントでライブを2回か3回ぐらいさせていただいて、そこでメンタルに関するお話をしたんですね。で、興味がある方は限定グループにいらしてくださいということで、その当時は130名ぐらいその当時も来てくださって、でそこで3回か4回に分けて、もうちょっとこう深い話を講義をしていった、ついにその時が来たかという感じですね。まだ2019年ってそんなに周りでライブされてる方はいらっしゃらなかったんですけれども、私は絶対できないなと思ってたんですよ、その当時は。なんですけれども、1回ライブをしてみるとそれが結構楽しかったというのがあって、そこからするようになりましたね。できるようになったって。参加してくださる方のコメントをそのままリアルタイムで拾って、それに対して回答していくっていうことがもう本当に簡単にできたので、例えばそのリアルで実際に対面でイベントをするってなった時に、そこまでこうコミュニケーション、相互のコミュニケーションをリアルタイムで取っていくっていうことは難しいと思うんですけれども、それがライブだとやりやすいっていうのがものすごくあったんですよね。で、その録画で後からね、ご覧いただいてコメントをくださるとか、質問を個人的にくださるっていう方に対してのその質問の回答っていうのも翌日にライブでできたりとかするっていうところがあって、
ものすごくこう時間も短縮できている感覚っていうのはありました。緊張はするんですが、あの伝えたいことを伝えたい方に届けられたという感覚は得られました。直近のが9月だったんですけれども、5 days チャレンジっていう池田さんが、あのね、よくされてらっしゃるチャレンジ系の参加型の、イベントっていうんですかね。私の中ではお祭りみたいな感覚なんですけれども、その5日間参加者と実際に、まあ、参加者がアウトプットできる場所を作って、そこの中で必要な、まあ、メンタルに関してのいろんな方法だったりとか、実際に、まあ、それを体感していただくっていうことを5日間通してさせていただいた感じです。本当にものすごく嬉しいことがたくさん起きて、まあ、募集期間がですね、1週間ぐらいしかなかったんですけれども、その中でまた130名ぐらい集まってくださって、で、それが5、6名の方が結構シェアをしてくださったりとか、クライアントさんもシェアしてくださって、あの、ものすごくいいものだから参加した方がいいよ、絶対いいよって言って、個別であの、ご案内してくださった方もいたんですね。で、参加してる方のご家族の方、まあ、あの、私と同じ世代の方が、実のお母さんをそこに進めてくれたりっていう方が2組いらっしゃったりとか、あと旦那様をそこにあの参加して、旦那様が参加してくださったりっていうことがあって、家族でこうメンタルケアみたいなのをですねしてくださってた方が全体で4組5組ぐらいいらっしゃったんですね。なのでそれがものすごく私にとってはすごい力になったっていうことと、あと前回参加してくださった方もリピーターとしてもうほぼほぼ全部参加してくださった方もいらっしゃいますし、でアウトプットの場所として今日こんなチャレンジをしましたって言ってこう翌日とか、まあ、その当日にアウトプットしてくださった方も投稿してくださった方も結構いらっしゃる。最終的に5日目終わった後に、個人セッションを募集させていただいて、で20名近くの方が申し込んでくださって、最終的に7名だったかな、7名の方が、あの継続ボスを受講してくださって、初めて200を超えて230万人になりました。素晴らしい、230万人あの、はい、素晴らしい売り上げですよね。やっぱりですね、そのコミュニティの力っていうのがものすごく私が救われたんですね。で、あの実際その人数が多いとコメント全部返信しきれない部分もあるんですけれども、その参加者の方がお互いに応援をし合って、お互いで横のつながりができていて、ライブの時もこうコメント、誰かがコメントしてくださることに対して、それに対してまたこうもう盛り上がって、私の知らないところで盛り上がっているっていうところがものすごくこう見ていて力をいただきました。自信にはそうですね、つながっていますし、その今までだと自分が引っ張っていかないといけないっていうふうに思っていたんですけど、そうではなくって、もう何だろう、委ねるというか信頼するというか、私が別にそこまでこうプレッシャーに感じなかったとしても、提供できる今の私の最大限の力を提供することによって、そこに響いてくださった方が、あの心が動かされて、で感動してくださって、それをこう多分いい循環が起きているっていう感覚があるので、それがまたこう私に返ってきて、はい、ここまで動画をご覧いただいていかがでしたでしょうか。もしこの動画が役に立った、良かったよって方は、グッドマークボタンや、チャンネル登録、通知ボタンの設定をぜひ、お忘れなくしておいてください。そうするとね、また続き、また新しい動画が更新された時にあなたにお届けされますし、そのグッドマークボタンを押していただくと、他のね人たちにもこう拡散されやすいように、YouTube のアルゴリズムができていますので、この動画が役に立った他の人にも、ぜひねお知らせしたい、でもシェアするのはちょっとめんどくさいっていう方は、グッドマークボタンだけでもね、ぜひね押していただければと思います。はい、それでは次回の動画でもまたお会いしましょう。